グロッパブリカとはアメリカ合衆国の非営利独立系の報道機関である。公益を目的とした調査報道を行い、2010年には自社とニューヨークタイムズマガジンで発表した記事がオンラインニュースとして初めてピューリッツァー賞を受賞した。グロッパブリカの調査報道は常勤のスタッフが行う、バイト他社の記者と共同で行う場合がある。グロッパブリカは90以上の報道機関と、 提携しており、調査結果を他社に託す場合がある。プロパブリカを発案したのは、ゴールデンウエストファイナンシャルの前、最高経営責任者のハーバート・サンドラーとマリソン・サンドラーである。彼らは民主党の大口献金者であり、毎年プロパブリカに1000万ドルを資金提供している。サンドラー夫妻は、ウォール・ストリート・ジャーナルの編集局長のポールス、タイガーを雇って、 編集主幹として組織を運営させた。プロパブリカが設立された当時、スタイガーはサンドラン夫妻の政治観がどのように影響するのかについて心配した。ジムレーラーのニュースアワーによると、この話が来て、ハーブとマリソンサンドラーと話をしたとき、私の心配の一つはまさに独立性と無党派性だった。私はそれまでど真ん中の報道をしてきた。だから私は、 ハーブとマリソンにそれでご満足いただけますかと尋ねた。すると彼らはもちろんと答えた。私はあなたたちが今まで支援してきた過去に支援したことがある左翼組織を暴いたとしたらと尋ねると彼らは問題ないと答えた。それで私たちは組織や役員会を作り上げ、ハーブは役員会の議長となり私も参加した。 しかしその時は自分たちが将来どんな調査報道をするのかわからなかった。スタイガーが記者を募集すると850もの願書が集まった。設立当初のプロパブリカには28人の記者と編集者がおり、ピューリッツァー賞受賞者のチャールズ・オルンスティンやトレイシー・ウェーバー、ジェフ・ガースやマーカス・スターンなどが参加していた。スタイガーはジャーナリズム助言委員会も組織し、 職業ジャーナリストを含む12人を任命した。プロパブリカは記事をクリエイティブコモンズで共有した。その後組織は成長し、上勤ジャーナリストは34人になった。プロパブリカはアメリカ最大の精神病院運営会社、サイキアトリックスソリューションズ社による病院経営の実態を暴き、ハリケーンカトリーナに襲われた病院で起きた事件や、 アメリカ合衆国内国際入庁の租税免除審査がティーパーティー運動に厳しすぎる問題、経済を崩壊させたウォール街の疑わしい観光、警察の管轄を超えた連続号カンマの発見など優れた報道を行い、ピューリッツァー賞を3回受賞した。前述の通り、サンドラー財団はプロパブリカに対して多大な資金援助をしているが、プロパブリカはこの他に、 ナイト財団やマッカーサー基金、ピュージゼン新宅、フォード財団、カーネギー財団、アトランティックフィランソロピーズなどからも資金提供を受けている。特にプロパブリカとナイト財団の間には多くのかかり割りがある。例えばプロパブリカの社長のポールスタイガーはナイト財団の管財人の一人である。同じようにナイト財団の社長、 最高経営責任者のアルベルト・イバルグエンは、プロパブリカの役員である。プロパブリカは2010年に、ジョージ・ソロスのオープン・素材機材財団からも12万5000ドルの資金提供を2年連続で受けた。パブリック・アカデミック・ヘンリー・ルイス・ゲッツ・ジュニア、シッツ・オン・ザ・ボード、プロパブリカは、幹部の給料の額でも注目を浴びている。 最高経営責任者のポール・スタイガーの2008年の給料は57万ドルであり、ストックオプションを含めると全体では、ウォール・ストリート・ジャーナル時代の2倍の金額だという。2010年には、給料が16万ドル以上の職員が8人をおり、編集士官のステファン・エンゲルバーグは34万3463ドル。 元ワシントンポスト記者のダフナ・リンザーは20万5445ドルを受け取っていた。2016年8月9日の報道内容は以下のようなものだった。プロパブリカは2010年にピューリッツァー賞を受賞した。この年の調査報道部門には2社が選ばれ、プロパブリカはそのうちの1社だった。プロパブリカの記事は2005年のハリケーンカトリーナの洪水により孤立した病院で、 疲れ切った医師によって切迫した精神の選択が行われたことを時系列的に報道した。この記事はプロパブリカのシェリフィンクが制作しニューヨークタイムズマガジンや PROPUBLICA.org で発表された。これはオンラインニュース初のピューリッツァ賞の受賞だった。プロパブリカは2011年にもピューリッツァ賞を連続受賞した。 ジェシー・アイ・ジンガーとジェイク・バーンスタイン記者は、ウォール街のマネーマシーンを連載し、ピューリッツァー賞を受賞した。これは印刷物ではない連載に対する初めてのピューリッツァー賞だった。その後、プロパブリカは、マーシャルプロジェクトと共に調査報道を行い、2016年のピューリッツァー賞も受賞した。なおこの報道は2015年度のジョージ・ポルク賞も受賞している。ありがとうございます。